Spinner。 おはようございます。小林美沙です。6月3日月曜日、世界で今起きていること。メキシコの大統領選では、環境政策について期待されるシェインバウム候補と、起業家でもあったガルベス候補という2人の女性が世間の関心を集めています。このポッドキャストデイリーブリーフでは、世界で今まさに報じられた最新のニュースをいち早く声でお届けします。メキシコの歴史的な選挙の投票が始まった。中米メキシコでは2日、大統領選挙の投票が開始しました。前職大統領の任期満了に伴う選挙で、同じ日に首都メキシコシティの市長選挙や議会選挙、国内8つの州の知事選挙も行われています。投票は日本時間3日午前9時に締め切られ、午前11時には最初の開票速報の発表が予定されています。直前の世論調査では、与党連合が推す61歳の前メキシコシティ市長クラウディア・シェインバウムが、野党連合が推す61歳の元上院議員ソチル・ガルベスらに大差をつけてリードしています。クラウディア・シェインバウムが当選すれば、メキシコ初の女性大統領が誕生することになります。生成 AI が水不足を引き起こしている。ビッグテックが開発を加速させている生成 AI には、強力なデータセンターとそれに対応する冷却能力が必要で、おのずと水資源の消費も増えています。南米チリでは、Google やマイクロソフトをはじめとするビッグテックがデータセンターを構えており、国としても誘致を活発に行っています。一方で、国内は干ばつに苦しんでおり、データセンターで水が大量に消費されている点を非難する声も上がっています。大統領のガブリエル・ボリッチは、今月初め国際フォーラムに出席した際に、国内には現在22のデータセンターが設置されており、さらに28のデータセンターが建設される予定だと発言しています。一方で、今年2月には Google が計画していたデータセンター建設が、チリ国内の環境問題を扱う環境裁判所によって中止に追い込まれています。中国が宇宙強国に近づこうとしている。中国の無人月探査機ジョーガ6号が、月の裏側への着陸に成功しました。地球との通信が難しいとされる月の裏側で、土壌サンプルを採取して地球に持ち帰ることができれば、世界初となります。48時間の月面滞在中に、ドリルなどを使って月の砂や岩石を集め、地球には今月下旬に帰還する予定です。中国国営メディアは、着陸成功を歴史的瞬間と報じました。アメリカも有人月面探査アルテミス計画を進めており、宇宙開発分野でも各国がしのぎを削っています。 J ローがツアーをキャンセル。歌手で女優のジェニファー・ロペスが、夏に予定していた北米ツアー This is me ライブをキャンセルすると発表しました。ロペスは2月に約10年ぶりのソロアルバムとして、This is me now を発売したほか、フィクション映画とメイキングドキュメンタリーもリリースしていました。ただ、アルバムはビルボード200で初登場38位と振るわず、ツアーもチケットの売り上げ不振が噂されていました。一方、夫で俳優のベン・アフレックとの別居も報じられていました。ロペスはツアーのキャンセルにあたって、とても悲しく打ちのめされているとのコメントを出しています。6月はプライド月間。今年は1969年6月28日に、ニューヨークで
警察が同性愛者らが集うバーを家宅捜索したことが暴動に発展したストーンウォール事件から55年の節目の年で、各地でイベントが予定されています。6月最初の日曜日となった2日には、ワシントンやフィラデルフィア、ブラジルのサンパウロ、タイのバンコクなどでプライドパレードが行われました。中でもサンパウロのパレードは世界でも最大規模として知られています。ブラジルでは依然として性的マイノリティに対する差別や暴力が頻繁に起きており、 LGBTQ プラスであることを理由に殺された人の数は昨年だけで230人にも上ると指摘されています。なお、本家ニューヨークのプライドパレードは6月30日に行われます。連日、生成 AI にまつわるニュースが報道されていますが、世界各地の水不足をさらに深刻化させている事実にも注目する必要がありそうです。ぜひ皆さんのご意見やご感想も SNS でハッシュタグデイリーブリーフをつけて教えてください。小林美沙でした。良い一日を。